パリ五輪男子バレー日本代表の高橋愛が28日、フジテレビ系ポカポカに出演。ファンの大きな感動を呼んだ激闘の準々決勝、イタリア戦を振り返った。未だに試合の映像は振り返ってないですねと明かした高橋愛。2対0の第3セットでマッチポイントをつかみながら、まさかの逆転を許した。最後はフルセットの激闘の末、敗れた。 コート上で涙を流していた高橋愛。あのイタリア戦を思い出すと悔しさがこみ上げてくる。勝てると思ってしまったんで、そこに後悔してる。マッチポイント取ってみんながいけると思ってしまったと激白した。番組冒頭では結婚願望も明かした。早く結婚したいというのはあって、子供に自分のバレーボールを見せたい。現役のうちにと語り、希望のお相手に関しては、 面白い人がいいい人がと笑顔で明かしていた一次リーグのドイツ戦では相手のスパイクが顔面に当たるアクシデントもあったがよくあることなのでイラッとするよりも痛みが勝ってしまうと語った高橋愛またサービスエースを決めた際については顔を決めている時があると白い歯をこぼしルーティンについては僕は作らないようにしているルーティン作ってできないとそっちの方が気になると明かしていた